皆さんご視聴ありがとうございます。今からですね、マジック・ザ・ギャザリング・アリーナのですね、導入の方法をですね、教えていきたいと思います。まずですね、インストールして起動すると、自分の個人情報をですね、入力するデータになります。まあ、最初はですね、生年月日入力していただいて、まあ、西暦と、まあ、自分の生まれた月と年ですね。まあ、これふざけて入力もう一応できる。みたいですね。1893年生まれできるっていう。1893年生まれって何歳なんだろうみたいな。もう100、120歳ぐらいだね。120歳の人がいたね、もちろんね、入力してもらって。まあ、あと国籍も。まあ、こう、ずっと見ていくと、日本を探して、まあ、みんな日本人だと思いますので、日本を探していってジャパンですね。はい、ありました。で、まあ、続けていくと。で、言語も一応入力できて、ちょっと日本語はまだ実装されてないんで、ベータなので、これまだベータ版ですね。今後また日本語版も実装されるみたいです。で、一番上、プレイヤー名入力ですね。まあ、今回はそうですね、ハレルヤ・アリーナとしていきます。で、あとはその登録するメールアドレスですね。まあ、ちょっとここは見せられないんですけど、次パスワードですね。パスワードもまあ適当に、そうですね、入力していきます。はい。で、ここはですね、ゲームのイベントの情報とかメールで送りますかっていうやつですね。まあ、よくあるやつですね。まあ、あとは規約とかが下に書いてあります。はい。で、よかったらこれサブミットを押すと。はい。あ、ごめんなさい。パスワードがちょっと入力されなかったみたいですね。ですね、もうちょっと複雑にしてくれやという、あれですね。文字入れたりとか、アルファベットだけじゃなくて数字入れたりとか、そういうところですね。はい。まあ、ちょっと入力し直して、はい。サブミットというところで、はい、始まりましたという感じで、まあ最初はこんな感じで始まっていきます。はい、というわけでですね、導入が終わって、チュートリアルがあって、それが終わるとですね、5つのデッキがもらえます。まあ白、青、黒、赤、緑の5つのデッキですね。こちら全部単色のデッキになってて、まあ自分の好きな色を選んでやっていくという感じですね。まあこれをですね、最初使っていってもらって、まあ後でいろいろカスタマイズもできるので、最初はこれで遊んでいく感じになります。はい。で、ですね、あと自分のアバターというかアイコンが選べるんですね。まあ、プレインゾーカーなんですけども、こんな感じで、まあ、好きなやつを選んでもらっていいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずはサルカー選んでおきます。はい。でそしたらですね、まあ、じゃあ、ここで大体のチュートリアル終わりだよということで、はい。まあ、どんどんプレイしていきましょうと。このリワードっていうのはですね、まあ、勝ったらもらえる商品だったり、あとここのストアっていうところで、まあ、自分がもっとデッキを強化したいなと思ったらパックを買ったりとかもできます。はい。まあ、とりあえず一回やってみましょう。はい、プレイですね。だけど最初何を使おうかなと。僕結構白が好きかなと思うので、まずは白を選んでいきたいと思います。はい。最初はですね、メイン戦だけなんですけど、あとあとですね、サイドボードも使うことができます。行きましょう。まずは7枚を平地が3枚と、クリーチャー3枚と、タップしたクリーチャー殺す操作リーですね。はい。おっと、相手は先行です。適当に進んでいくというか、割と自動的に進んでいくので、なんだろう。なんか面倒な処理とか全部アリーナの方で自動的に省略してくれる感じになってます。はい。最初相手は3-1。これ少しの早詰めですね。はい。で、1、2枚置きましたが、こちらは何もすることできないので、ターン終了と。お、ここでエンチャント、プラス2プラス2修正ですね。3ためにして5、3が殴ってくるという感じになってますが、まあ、ここはですね、3マナで3を、これですね、タップするクリーチャー破壊するカードで、破壊して、はい、1対2交換取ってきました。まあね、オーラ強いんですけども、ね、除去されちゃうと、オーラも一緒になくなっちゃうので、1枚の交換カードで2枚取られてしまう。はい、相手3に出してきました。3マナ3に。じゃあ、こちらは4マナ溜まっているので、4マナの3-3ですね。こちらですね。殴るときに、はい、相手のクリーチャータップできる馬ですね。まあ、結構相手のクリーチャーよりこっちのクリーチャーの方が価値高いので、まあ、もし攻撃してきた場合には、ブロックせずに、その逃走かなと思います。はい、攻撃してきますかね。はい、攻撃してきました。ここは、ノーブロッカーということで。ですね、はい、次のターン5マナ溜まりました。ここはまずは先頭に入って、
アタックします。アタックするときはですね、アタックしたいクリーチャーをですね、選択すればアタックしてくれます。はい。で、ゴマデセラエンジェルということで、44の天使。まあ、この状況ではかなり強いですね。相手も3マナして土地が止まっちゃってるので、かなりこっちが有利な盤面になってると思います。さあ、ということで、おっと、ここで相手のアジャニが爆発してしまいました。これは投了ということですね。はい。というわけで、まず初戦は勝っていきました。そんな感じで、まあ、ゲームが進んでいきます。ぜひですね、導入してもらって、こんな感じでやってもらえるといいかなと思います。はい。で、勝つとですね、こういう風に商品がもらえたりします。で、それでパックがもらえたり、パックが5分の1となってるんですけど、これ5勝したらパックがもらえたりとか、そういう感じになってます。まあ、いろいろあるんでね、まあ、その商品を目当てにやってみるのもいいかと思います。というわけで、まあ、ここら辺で導入の動画を終了したいと思います。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。